いやー、美味しそう。おらこましたーす。オラロゼッタです。メキシコ在住の駐在妻でございます。今日はですね、メキシコシティに来ております。今回は、まあ、旅行で来たんですけども、なんと、光栄なオファーといいますか、お誘いをいただきまして、以前ですね、モフの、日本食パラダイスの動画を出したと思うんですけども、そのモフのシェフがですね、ロゼッタがメキシコシティに来るのであれば、ビストロのカルっていうモフの店舗があるんですけど、そこに来てもらってと、新しいランチの新作があるので、私がですね、ヘルシー志向で、アスリートフードマイスターという栄養士の資格を持ってるので、まあそういったね、栄養バランスも兼ねて、ランチプレートをぜひ試食しに来てくださいということで、今から行くわけでございます。はい。なんと光栄な、なんかもう嬉しすぎて、はい。というわけで、どんな撮影になるかわからないんですけど、とりあえずですね、このメキシコシティでは有名なモフのシェフに、ちょっと時間があったらインタビューしたいと思います。ロゼッタね、食に関してはね、インタビューするの好きなんで、はい。ちょっと時間があったらインタビューしていきたいと思います。カルってね、もうおしゃれなビストロなわけですよ。もうそこに行けるだけで嬉しい。はい。私は今まで行ったことがない。というわけで、今から行きたいと思います。モフ到着しました。前の動画で挙げた通り、こんな感じで地図になってまして、このモフの店舗は7店舗あるんですよね。で、場所にするとこんな感じで、今から行くとこはここです。ビストロカル。ビストロカルっていうのかな？カルです。行きます。あ、めっちゃ可愛い。おー、なんか可愛い。なんか文字可愛い。あ、やっぱりなんかおしゃれランチなんだね。夜もやってるっぽいけど、イタリアンもあるんだね。お店入っていきまーす。え、ケーキ売ってんの？え、美味しそう。そしてパンも売ってんだ。あ、何でも売ってんのね。お邪魔しまーす。ブエナスタールでーす。よし。あ、こんな感じで。なんておしゃれなレストラン。あ、おはようございます。今日はよろしくお願いします。シェフの相田さんです。というわけでですね、今日はヘルシーランチをですね、ロゼッタに見てほしいなって、もうすいません、そんな、ありがとうございます。どんなメニューを用意してくださったんですか？去年に、イタリアンのメニューをやってるんですけど、はい、ランチに限って、これからこのワンプレートで、ね、はい、栄養のバランスが取れるように。どうしたんですか？メキシコで栄養バランスを気にするレストランなんかほとんどないと思います。いやいや、都市的にね、こうちょっとそうそう、超ちょっとね、ちょっとやられてますか？ちょっとで、ロゼッタさん、アスリートの方が、そうですね、アスリートフードマイスターの資格があるので、で、僕も個人的にワークアウトが好きなんで。あ、そうなんですか？はい、好きなんです。だからちょっと興味ありました。はい、いいですね。ヘルシーランチなんかあったら私行きたいけど、レオン遠いんですけど。ちょっと遠いですね。遠いんですけど。で、今日はなんかメニューは何種類ぐらい今用意していらっしゃるんですか？今はね、3種類ですね。おお、はい、3種類はいいな。で、野菜中心にメインをチョイスできるみたいな感じで、はい、あとは、そうですね、まあ、もうイタリアなんですけど、基本はパンなんですけど、はい、まあ、それを雑穀米に変えて、日本じゃシングルティアってこともできるっていう感じにしていこうかなと。まだメニューもしてないんで、はい、ね、なんですか、はい、はい、すごい経費がかかりそうな。まあ、これをそうですね、オーガニックとかしたら、で、理想はもう完全にそっちにしたいですけど。ああ、いい、でも、でもお店の雰囲気綺麗ですし、ぴったりだと思いますけど。まあ、およりおいおい。そして3種類が、メインがサーモンのソテーとほうれん草のオムレツ。オムレツ、はい、タンパク質ですね。鶏胸肉の蒸したのバポーです。胸肉ってもう、もろ筋肉メニュー。筋肉メニュー。あ、私用ですよ、私用。、はい、なるほど、はい、その3種類今は、はい、で、お湯に豆腐使って、そのビーガンの対応の商品。豆腐ってね、
美味しいものと美味しくない豆腐がメキシコありますけど、ね、美味しいものを多分お選びになると思うんですけど、はい、経費めっちゃ高いじゃないですか。そうですね、まあ今ちょっとね物価上がってますんで、ね、そうそうなんです、はい、とりあえずあの今回の試作品は今日だけの、まあ、ちょっと試作品みたいなので、今後何が出るか分かんないんですけど、ちょっととりあえず楽しみにいただきたいと思います。今11時ぐらいなんですけど、11時半過ぎなんですけど、はい、オープンしてくださって、オープン前にすみません、ありがとうございます。じゃあちょっと美味しくいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイラさんでした。はい、というわけですね、今日はアイラシェフのご家族が来てくださって、アイラさんで、ね、私今日初めてお会いしたんですけど、もうずっとね、インスタでもずっとやり取りしてて、でピラティスの先生なんですよね。はい。私もピラティスやってたんで、まあ、筋肉ネタでいつも意気投合して、はい、でこのあやさんが先ほどのシェフに絶対に食べさせてはどうかって言ってくれたみたいですよ。というわけで今回この企画ができております。キズたちも登場しますが、はい、でこれで作成していきたいと思います。これが普通のメニュー、ランチメニューって、あ、パスタの種類結構あるの、これフォレットだからメイン、ディッシュ、あ、もう本当になんかこうおしゃれ、あ、パンの種類もたくさんある、おしゃれランチって感じ、日本っぽいね、メニューが。ちょっとハロちゃんちょっとテーマ飲み物、まあ、ちょっとなんか手が入ってますけど、ハナちゃんの手が入ってますけど、まあいろいろ日本っぽいですね。これなんかね、ナランカのカネラバージョン、シナモンが入ってるんだって。あ、シナモンの香りする、シナモン、うん、あ、なんかオレンジとシナモンって合うんだね。シナモンって抗酸化作用があって体にいいので、皆さんメキシコ人ってこう理にかなってるよね。砂糖とかばっかり取ってるじゃないですか。それをこう相殺してくれるのはシナモンだから、コーヒーにシナモン入ってたりねするじゃないですか。あれは多分ね合ってるんだよ、栄養学的に合ってる。わー、日本っぽいプレート来たよ。雑穀米入ってんじゃん。ん、これは日本だね。で、これは多分ライ麦パンだよね。ライ麦パンと鶏胸肉とポトフだ。野菜の量多くない？いやいや、これ何、こういいんですか、こんな食べちゃって。もう一個来るけど、相田さん、これって いくらぐらいになるんですか？280、ありがとうございます。280ペソぐらいなので、今のレートだとまあプロフィーラーで言うと300ペソとしたら2700円、ちょっとお高めだね。ロゼッタの栄養学の指導の上では、まあ、大体ねグラムでねスポーツ選手って測っていくんだけど、食べる量を。でも一般の人って難しいから、グー2個が野菜で、グー1個がタンパク質で、グー1個が炭水化物なのよ。え、これ知ってますよね、多分知ってますよね、シェフ。ぴったりじゃん。これも見て、グー2個、あ、これ野菜、これは多分ちょっと少ないかな。もう1個あったらいいかも。筋肉というか、まあ筋肉をつけるためにタンパク質を取るわけじゃなくて、体のねシステムは全部タンパク質でできてますので、タンパク減っちゃうとね、あ、あやさんもよく言ってますよね、タンパクをちゃんと食べないと体の免疫もね上がらないし、元気も出ないので、これもう一個あったらいいと思うけど、いやでもそれよりもこの野菜のバランスよ、美味しそう。スープ両方一緒？一緒、うん、美味しそう。最後の一個来ました、オムレツですね。オムレツとあと野菜一緒かな。いただきたいと思います。いいの、こんな3つプレート食べたことないんだけど。みんなでシェアして食べたいと思います。このパンもすごく、そう、このパンもすごく美味しくて、コンデさんにあるセイントっていうお店のカンパーニュを使ってるんですよ。そう、茶色いね、パンってね、いいですからね、うん、白よりね、うん、全粒粉、全粒粉、KGH、 KGH、 そう、あやさんも料理人でしたのでご夫婦ともに料理人でございますね。素晴らしい。すいません、説明してくださる、これスープが載ってないですか？あ、スープ、じゃあスープがあるという仮定して、一個気になったのがこれ春菊です。春菊です。春菊、このサラダは全部レタスと
あとはハーブですね、春菊、クレソン、ルッコラ。ドレッシングは野菜のドレッシング。人参系ですか？人参、玉ねぎ、そうですね。で、これがクミンを増やしたキャロットラペ。おお、ラペ、ラペでした。はい、ラペ。これラペ。なるほど。まあ、これもまあラペですね。これは紫キャベツのラペ、はい、で、ナスのコンポート、カポナータとカボチャのアラビアータと、あ、こちらか、うん、そうですね。ブロッコリーはまだボイルしてないです、はい、で、チェリートマトのコンポート、これちゃんと皮が剥いてる。これはあの塩麹でマリネした塩麹2本蒸し鶏ですね。で、こちらがサーモン、あのマリネしたサーモンのソテーにえのきのソテー、バター醤油のソテーですね。で、これはほうれん草のオムレツにバジルソースですね。あ、バジル。こっちはあのサルベルデ、サルサベルデ、イタリアンの。メキシコではなく。メキシコじゃなくて、パセリとアンチョビのサルサベルデ。あ、イタリアだと。イタリアではベルデ。サルサベルデ。サルサベルデになるんですね。ありますね。はい、ちなみにグラムとかって測られる。グラムは。メキシコシティって、ああ表記、ね、あの表記を書くじゃないですか。表記です。その時にどのように書くのか。あ、これでね、今大体70ぐらいで、あっ、違う、違う、で、これが、これも、そうですね、これ50か60ですね。合ってました、ロゼッタ。合ってた、合ってた。食材でカロリー、カロリーも出す。先ほど話してたんですけど、あの 筋トレ関係なく、もしタンパクを多くするんだったら、100グラムぐらいあるといいんですけど、そうすると値段上がるんで。そうか、タンパク質。重視したら、あのもう少し肉があったら、で野菜減らしてもいいと。タンパク質で、タンパク質で勝負するんだったら、でも値段が上がってる。もうちょっとあの完成度上げたり。でも十分よね、この完成度十分ですよね。野菜が上がってびっくりしました。高そうですね。野菜が高いじゃないですか、メキシコ。いや、野菜でも、あ、でも今はちょっと高いですよね。そう、高いんで。なんかこんな、ね、野菜あるんだったら、もうちょっと半分でも全然満足いくかもしれない。あ、すいません。ありがとうございます。これちょっといただきたいと思います。ありがとうございます。チェックでした。私がね、コメントすることはないんですけど、こんな美味しそうなね、食事をいただいて。でも絶対美味しいじゃないですか。だって、ご飯美味しいじゃないですか。コメントすることないと思うんですけど、おいしさの分で。うん、優しい味。何が入ってますか？ん、ミネストローネの具。それはもうもはやミネストローネじゃん。うん、ミネストローネの塩分控えめ。塩分控えめでとてもいいと思います。まあ、でもこの国塩分とってもいいと思うけどね、乾燥してるから。汗出ちゃうから。サラダいただきたいと思います。どうぞ。だってルッコラと春菊と、なんて言ってましたっけ？ハーブのサラダって言ってましたっけ？うん。ドレッシングが美味しい。これは日本のランチですね、ちょっとね、もう完全にね。ラッペ。うん、レモン効いてて、ラッペ美味しい。オレンジ？でもオレンジ、オレンジだ。オレンジ。うん。あとクミンがね。美味しい。オレンジ出る。この鍋美味しい。鶏胸気になる。サルサベルでイタリアバージョン。マジで。うん。柔らかい。ゆっくり。これは柔らかい。すごい柔らかいよ、この鶏胸。女子ランチで。そういうの来るんだったら、このプレート本当にすごいパーフェクトだと思う。このサーモン。サーモン柔らか。ここ。かがない。えのきと一緒に食べるんじゃない？やっぱりこう、シェフが作るとこう柔らかさが違うんです。ただもう家で焼くのとちょっと違う。美味しい。美味しい。オムレツ。あ、ほうれん草入ってる。栄養たっぷりや。言ってたじゃん。バジルつけて。ほうれん草もあるし、野菜もあるし、贅沢だね。
なにこれ、このバジルのソースうま。美味しいですね。なにこれ、何その手の動き。ジェノベーゼみたいな、ナッツの味です。マツナミの味がする。とにかくですね、これはあの日本のプレートですね、うん、ありがとうございます。こんな機会作っていただいて、これちょっとみんなで食べていきたいと思います。この後はちょっとインタビューできるかな、インタビューしてみようかな。というわけで、2024年3月からランチプレートが開始しております。メニューが確定したそうなので紹介したいと思います。ランチプレートは250ペソだそうです。ご飯とパンは3種類から選べます。メインディッシュは動画内の3種類プラス、豆腐のソテーと豚のソテーが追加されて5個から選べます。他にもサラダやハンバーガーメニューなどもありますので、ぜひ行ってみてください。